ショーン・ウェイ・アンズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク州生まれの、俳優、脚本家、プロデューサー、映画監督である。兄弟の多くが、コメディアン、俳優、脚本、制作などの立場で、TV、映画産業に携わっており、ショーンの他にも、超景気イアイボリーを筆頭に、マーロン、ショーン、デーモン、キム、ハテは彼らの子供たちや親戚までもが活躍している。 ことで知られ、総じて、ウェイアンズ兄弟、ウェイアンズ一家などとも呼ばれる。俳優として活躍するショーンは、1971年にニューヨーク市に住人兄弟の一人として生まれる。映画監督のキーネンアイボリー・ウェイアンズと俳優のデーモン・ウェイアンズ、マーロン・ウェイアンズは兄弟である。マンハッタンの公営住宅で育ち、家族はエホバの承認に参加する経験なクリスチャンだった。 1988年に兄であるキーネン・アイボリーが監督のアイ・アイム・ゴナギというーで映画デビュー。後にフォックス系列で放送されたイン・リビング・カラーで弟のマーロンやジム・キャリーラと出演。1995年から放映されたシットコムザ・ウェイ・アンズ・ブロズで知名度を上げ、同ドラマでは出演のほか、脚本、プロデューサー、ディレクターとしても参加している。 2000年に公開されたパロディ映画では、脚本を担当した最終絶叫計画が大成功。日本でもヒットして、シリーズは4作まで作られている。映画では、兄の近年愛アイボリーと弟のマーロンとよく組んでおり、最強女装計画では、マーロンと共に白人女性に扮する刑事をコミカルに演じている。2006年に制作された、アニメーション、サガブー。 スニーカーマッドネスでは監督を務めた。現在は3人の子供の父親である。ありがとうございます。